で、これが何に来るか、以前の YouTube と重ねますね。これがそっくりそのまま、はい、皆さん、ツボって言いますよね。経絡経結論にそのまま乗っかってくるわけです。ご存知の方はもちろんのこと、初耳の方もぜひ知ってください。経絡論、基盤は全部星座です。全部星座です。そうですよね。あの星とこの星とこの星をつないだら何の形、それがどう巡るですよね、はい、全部巡りと循環です。星座の点と線、はい、全部経絡は星座です。ですから我々の一番近しい、何度も言いますもの、動物と星座を体に乗っけた、そういう発想が非常に原始的な人間思想の中で芽生えたということですね。その象徴として経絡あり五禽あり、それが動因と言われっていう、まあ対象語として、その理解ですね。で、何度も申し上げますけど、中国だけ切れないです。はい、どう考えてもインドとペルシャ、チグリス・ユーフラテス、エジプト、その関連とつながりは透けて見えて仕方がないところですね。ですから東洋医学って中医学って言いますけど、いやいやそうですか、ね、これは知恵で一番言いたいところです。東洋医学ってみんなにオリエント、西洋ってオリエント、オチデントってどこなのって話は昔ブログに書いたことありますけど、まあ、少なくとも、四大文明全部相手にした上でそれを見ようという中で、じゃあ中国、その集積として極東にある中国はまたは日本はどう解釈してきたのか、そういう見方で見たいわけです。決して中国っていう枠で切らないですし、シルクロードどんどんチャレンジしていこうと思います。その文明の十字路なんて言いますか、いわゆるガンダーラですよね、まあ、手前味噌ですけど、私今ガンダーラに埋没しちゃってるわけでございまして、じゃああの世界でどうやって動物を理解をし、取り入れ感じ取りいるのか、そういうこう広がりですよね、の中で五禽を捉えていきたい。動物、人間に宿る動物性、動物学でも捉えていきたい。前段に申し上げた通り4つの視点がありました。発掘、解剖、そして分子生物学、遺伝子の世界、そして観察の世界、それが生な、もちろん目の前の動物学プラス歴史性、五禽というならば歴史理解は大事、はい、それをガツンとぶつけていきます。当然それだけではなく、まあ、現代トレーニング学なんていうのは叫ばれ、まだ100年も経ってませんけどね、人間、どういった人間理解の中からいわゆるトレーニング学みたいなものが形成されている、これを全部バーンとぶつけるわけですよ、これは面白いです。多分このチャレンジはどこもしてないと思うし、想像できるもんではない、これを皆さんと共有したのが一番の目的なんですね。絶対的に方法論の進化とかが必ず生まれるはずです。それがこうまず五禽というのが、まず今日ご紹介した最大の目的です。どんどん深めてまいりますが、まず五禽というものを知っていただく、どんなものなのか、ちょっとでも気になればご自身に残っていただいて、よろしくお願いします。今日はこれ。